はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個に、美味しい炭酸水、レモン味ですね、を混ぜて飲んでみました。味はですね、キレがありますね。ピリ辛の刺激的なキレのあるジュースでした。ただ、ジュースというほど甘くはないですね。甘さは多分かなり抑えられていて、ストロングゼロの黒色がありますよね、白黒の。レモンチューハイじゃない、ストロングゼロの、全然甘くないやつがありますよね。あれに味が似ているような気がします。まあ、レモンって書いてあるんですが、一応レモンの匂いはわかりませんが、レモンの味は確かに舌はしたんですけれども、そんなにレモンの味はしなくて、むしろピリ辛といいますか、刺激の強い、まあ、大人の男性がですね、好む、まあ、焼酎ですかね。まあ、甘ったるいお酒とかって、まあ、女性の方が好きじゃないですか。で、おじさんたちになると、あまり甘すぎるのがちょっと良くなくて、ピリ辛のチューハイが好きになると思うんですけれども、まさにそういう味でしたね。まあ、レモンだろうが何だろうがですね、やっぱり、ただの炭酸水よりは、フルーツがあった方が飲みやすいですね。結局その何のために生卵10個にドリンクを混ぜてるかと、ジュースを混ぜてるかというと、飲みやすくするために飲んでるわけですよ。まあ、混ぜてるわけですね。で、すいません、ちょっとなんか噛み噛みですね。で、まあ一番いいのはやっぱり甘いジュースであるということが一番ですし、まあ炭酸があるとそれだけこう、なんとなくこう、生臭さがごまかされるんですよね。でもただ単なるですね、炭酸水だとですね、っていう感じです。で、これは結構こう、刺激的でレモンの風味も若干しましたので、生卵50個との相性的にも悪くないですし、このジュース自体もすごい美味しかったです。美味しい炭酸水、強炭酸レモンでございます。ぜひ皆さんお買い求めください。私はこのジュースをどこで買ったかは覚えてませんが、すごい美味しかったので、ぜひお買い求めください。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。